ぞ。ということは、F7 の上に D トライアドを乗せるということができて、D トライアドが3ミリに死んだとしたら、あと他は何を D セブン。ね、こういうふうにF7 の上に A フラットライドを乗せたものから B フラットメジャーに変更することができたんですね。と G6、 一つの6はトニックから、もう一つの6はゴロから。
まだちょっと言い足りないことがありますけれども、まだ言ってないことがありますけれども。まず G6 から。これをこの G6 をまずのEバージョン。多くのピアニストは左手でレコード、右手でメロディーというふうに考えて、それ誰が始めたのかは分かりませんけど、こういう誤解がピアニストの間にずっとあります。これが本当に問題だと思います。コードというものは右手で弾かれるものです。
ドロップ2をまず作ってください。2番目をオクターブ下げてください。これを。
彼女こうやったんですよね。皆さんはピアノのフィンガリングブックに洗脳されていると思われる。もっと合理的に考えてください。例えばショパンの譜面を開いた場合、3度のエチュード、3度のエチュードをやるのに、もしくは最高のプレーに合うとするのは、別に私がそのエチュードを世界で一番うまくできると言ってるわけではありませんが、その私に習った先生が私に何を教えてくれるかを教えましょう。左手を痛めまして、私の左手は右手のように動かなくなってしまいました。左手がうまく不自由に、うまいぐらいに動かないので、その左手でミスノートを切ってしまうこともたくさんありますけれども、それを間違った音を正しく響かせることが必要になってくるんです。
ここはバリーの一つシステムの大きな部分なので、